ジャミル君は色黒で長い黒髪をした。お、いたいた。よ、お前昨日調理室で怪我したやつだろ。ちょっと話聞かせてくれや。はあ、急に何なんだあんたら。ああ、このタヌキ、入学式で俺の尻燃やしたやつ。グリム、君は少し口の聞き方に気をつけた方がいい。すまないね、朝食中に。ハーツラビル寮の寮長と入学式で暴れたタヌキ。なんか面白い取り合わせだな。俺様はタヌキじゃねえ、グリム様だ。ほんでこいつは子分なんだぞ。へえ、そうか。俺はスカラビア寮寮長のカリム、こっちは副寮長のジャミルだ。よろしくな。おう、なんか調子狂うやつなんだぞ。で、なぜ俺が怪我した話を聞きに。まあ構わないけどな。昨日の夜、俺はカリムに頼まれて調理室で夜食の羊肉の揚げまんじゅうを作ってた。ジャミルの作る揚げまんじゅう本当にうまいんだ。今度お前らも食いに来いよ。カリム、話の腰を折るな。ああ、悪い悪い。具材を細かく刻んでいた時に、なぜか手元が狂って手を傷つけてしまった。ジャミルの包丁さばきはうちのコック長も舌を巻くレベルなんだぜ。マジフトの練習で疲れてたのか。いや、俺はその程度で手元を狂わせたりはしない。だけど調理中に一瞬意識が遠くなったような感覚があった。ほとんどの奴らはそう思うだろうが、俺にはあの感覚に少し覚えがある。おそらくユニーク魔法の一種だ。そっか、ジャミルのユニーク魔法は。なんで口塞ぐんだよ。今は俺の話はいいから。とにかく犯人が使ったのは相手の行動を制御できるような魔法だと思う。なるほどね。だから目撃者的には本人の不注意にしか見えなかったってことか。もしそれが一瞬のことなら、被害者自身も自分の不注意か操られたのか判別がつかないかもしれない。僕も階段から落ちかけた時、無理やり操られたような感覚はなかった。てか、そんな魔法、犯人を探すの無理ゲーじゃん。どうする？人を操れる魔法？俺様もそれを習得すれば、毎日人を操って学食のパンを独り占めできるんだぞ。パンを独り占めって、もう少しまともな目標を持ったらどうだい。そしたらデラックスメンチカツサンドも食べ放題。こっちのミニアンパンとそっちのデラックスメンチカツサンド交換してくんないっすか。はぁ、絶対に嫌なんだぞ。まあまあ、そう言わずに。はい、どうぞ。なんだこれ、前足が勝手に。あー、おなんだ、急に大声出して。俺様知ってるんだぞ、そのユニーク魔法を使うやつ。なんだって。ラギーってサバナクローリオの？捕まえて話を聞き出そう。ラギーブッチ君は2年 B 組だね。二人ともご協力感謝する。おお、なんかよくわかんねえけど頑張れよ。ギブチはどこなんだぞ。って、また君らっすか。何度言われてもデラックスミンチカツサンドはもう返せないっすよ。ラギーブッチ、今学園内で起こっている選手候補連続傷害事件について聞きたいことがある。そいつは穏やかな話題じゃなさそうっすね。ちょっと表に出てくんない？わかったっすよ。だから乱暴な真似はやめてほしいっす。
さて、どんなものかはっきりしないけど、ラギーにユニーク魔法を使われると厄介なのは間違いなさそうだ。僕のオフイズイヤーヘッドで。あれれ、リドル君、マジカルペンなしにそんな強い魔法を使って大丈夫っすか？え、あれ、僕のマジカルペンがない。おい、ケイト、お前のペンもねえんだぞ。嘘、マジで？あんたら、さてはお坊ちゃん育ちっすね。懐ガラガラ、好きありすぎ、楽勝で取れちゃったっす。ほな、あいつ、いつの間に魔法を使って二人のマジカルペン盗んだんだ。いやっすね、こんなの魔法使わなくたって余裕っすよ。ってわけで、こんなとこでボコボコにされちゃたまんないんで、退散させてもらうっす。バイバイ。ほら、待つんだぞ。待て、止まらないと首をはねるぞ。オフイズ。ちょっと待った、リドル君。やっと体からブロッドが抜けたばっかりなんだから、ダメだって。いやー、お前のフラミンゴ当番用のピンクの服、すごかったわ。ドピンクのヒョウ柄って。仕方ないだろ、ピンクの服がそれしかなかったんだから。つーか、結局変なルールがたくさん残ってるよな。前よりマシだけどさ。あ、エースちゃん、デュースちゃん、いいところに。え、どうしたんすか、そんなに慌てて。連続傷害事件およびマジカルペン窃盗の犯人が逃げた。君たち、今すぐラギーブッチを捕まえろ。さもなくばお分かりだね。え、俺らとバッチリじゃん。
3人がかりでそんなもんすか。大したことないっすね。なんなのあいつ、めちゃくちゃすばしっこい。ただ足が速いというより高低差を飛び越える能力が尋常じゃないな。俺様でも追いつけないなんて。こんなんスラムの裏道に比べたら余裕っすよ。つかさ、もしここで俺を捕まえたってあんたら俺が犯人って言い切れなくないっすか。なんだと。だって俺が怪我させたって証拠ないっすよね。誰か俺が魔法使ってるとこ見たんすか。そんでそれ写真に撮ったりしたんすか。してないっすよね。それは…卑怯者、褒め言葉っす。次に俺を追い回す時には証拠揃えてから来てくださいっす。まあ君たちじゃ次も無理だろうけど。悔しいんだぞ。じゃ、今日の追いかけっこはここまで。ああ、さっき取ったマジカルペンはここに置いとくっすよ。バイバーイ。くっそー、腹立つ。ローズハート領長に首をはねられる。てめえら、まだ懲りずに犯人探しやってんのか。んだよ、見てたんなら手伝えよな。オタクんとこの先輩、超悪いやつなんですけど。お前ら、なぜそんなに他人のために必死になれる。他人のため？怪我したダチの敵討とうって気持ちはわからなくもねえが。は？何言ってんの？え？誰が他人のためなんかにやるかっつーの。僕たちはこの事件の犯人を捕まえて手柄を立てたいだけだ。そうそう、あわよくばマジカルシフト大会の選手枠に入りたいし、で、世界中にいいとこ見せたい。俺様だって絶対あいつを捕まえてテレビに映ってやるんだぞ。トレイ先輩には悪いけど出番はいただきみたいな。他人のために動くようなやつは信用ならねえと思ってたのか。お前ら思ってたよりひでえやつらだな。なんだよ、俺らよりお前の方がひでえじゃん。その様子じゃ知ってたんだろ、あいつが事件の犯人だって。あ、そうか、同じ寮だから自分は狙われないって言ってたのか。おいてめえら、俺と勝負しろ。はぁ、突然なんだよ。男が腹割って話すんならまずは拳からだろ。てめえらが口だけの輩じゃないと俺に証明できた。俺の知ってる話を教えてやっても。いえ、俺そういう汗臭いの苦手なんだけど。俺はそういうの嫌いじゃねえぞ。わかりやすくていいじゃねえか。ふなっ、デュースの悪スイッチが入っちまったんだぞ。尻尾を巻いて逃げてもいい。へえ、いい度胸が終わりだね。わかった、うまくやるんすよ。情けねえ面すんな。行くよラギー、僕に続け。アイアイさあ、リドル君。所詮この程度か。俺でどうだ。なめんなよ。下がってろ。いたやりますね。わかった、反論はなしだ。好きだらけだ。リドルさん、では作戦の通りに。アズール、今回は君を信用しよう。ご満足いただけました。うまい飯にありつけそうっす。